POT2024 から25キャロットクラブ関東馬前頭チェックですね、やっていきたいと思います。まあ、パート1ですね、やっていきたいと思います。秘密結社フェラム総帥ハッチーでございます。まあ、今回はね、まあ、一応ね、まあ、そのうちの10頭ですね、まあ、いつも通り1番から10番までの馬を見ていくという感じでやっていきたいと思っております。まあ、というわけでね、まあ、10頭早速ですね、まず募集番号1番マリアライトの22、牝馬父エピファネイア、母の父ディープインパクト、まあ、募集価格7000万円で、メホの久保田厩舎、出産時の母の年齢が11歳、母出産時の祖母の年齢が9歳、お母さんは G1 2勝、お兄さんの王則レースは G1 2着2回ということでね、まあ、活躍している品系、まあ、募集時の馬体重で442キロとなっています。お母さんもお兄さんもね、キャロットで結果を出しているっていう関係でね、非常に人気してしまってね、まあ出資って感じではなさないというか、なんだけれども、まあ馬格もそれなりにあるしね、まあ、あれで POG 的にはね、まあ逆に出資するかどうかみたいな検討をして許される人間が少なかっただけに前評判が高くないというか、あまり聞かれないみたいな中で、まあ、POG 的にはもちろん注目しなきゃいけないよねという決闘だとは思います。まあ、そして2番ダズーの22、5番父キズナ、母の父タピット、募集価格5000万円で、美穂の林厩舎、出産時の母の年齢が14歳、母出産時の祖母の年齢が8歳、お母さんはアメリカの G1 2勝馬で、お姉さんのアドゥーシャはクイーンカップ3着の活躍馬、馬体重は募集時で488キロ。お兄さんお姉さんがね、短めの距離で活躍している中での絆産駒。まあ、この場合にね、お兄さんお姉さんと違ったタイプみたいなことを言われていると、まあ、お兄さんお姉さんが活躍馬だけにね、まあスピード不足を指すのか、まあ絆の配列が CT、ザズーが CT だとすれば、まあ TT のステイヤー型に出てるだけということでね、まあ POG 的にはどちらにしても晩成で狙いづらい。みたいなところなのか、まあ、どっちにしろね、厩舎も若手だし、まあ、能力的にあれなのかなというふうな気はしてしまうところです。まあ、そして募集番号3番、ビルデローゼの22、ボバ、父絆、母の父エンパイアメーカー、募集価格5000万円で、美穂の宮田厩舎、出産時の母の年齢が8歳、母出産時の祖母の年齢が11歳、そこのブルーメンブラッドはマイルチャンピオンシップの勝ち馬で、募集時の馬体重は437キロ。まあ、祖母が G1 馬なんだけれども、まあ、ブルーメンブラッドの3区がいまいち。まあ、もちろんね、あの現2歳のシュトラウスが、東京の新馬勝ち第1号みたいなところで、まあ、比較的ね、今年になって注目を集めている血統と言えなくはないんだけれども、まあ、その後のね、シュトラウスも重賞勝ちきれなかった、まあ、成長、今後のね、成長が期待できる素質馬くらいの扱いでね、まあ、いるんだけれども、まあ、ブルーメンブラッドから活躍馬が出る可能性がゼロではなかったけど、運がなかったのか、やっぱり母がね、活躍してしまった馬だけに、まあ、逆に産駒が走りづらいパターン、この場合はね、孫が走るパターンみたいなのってありますからね、まあ、例えば、ウォークスはエルプスの、孫の代でテイエモーションが走ったりね、ああいうパターンっていうのがあり得るんで、まあ、これは一応チェックに値するとは思います。そして4番ラドラーダの22、まあ、定番血統ですね、牝馬父絆、母の父シンボリクリステス、募集価格7000万円で、美穂の木村厩舎、出産時の母の年齢が16歳、母出産時の祖母の年齢が8歳、お兄さんのレイディオロは日本ダービー天皇賞秋を制覇、お兄さんのレイエンダはエプソムカップを制覇ということで、募集時の馬体重は409キロ。まあ、絆にね、母の父シンボリクリステス、ニックスっぽいですし、まあ、その上でね、ウィンドインハーヘアの名品クロスがあるパターン。まあ、なかなかね、非常に興味深いんですが、まあ、馬体も小さい感じですね。まあ、車台レースホースとかね、40口のクラブは6月の馬体重ですけど、これ8月半ばの馬体重、8月下旬ぐらいの馬体重なんでね、これだとちょっと小さめで、まあ母高齢ってこともあって、そろそろ狙いづらいのかなという気はしております。そして募集番号5番、アベンチュラの22、5番、父ロードカナロは母の父ジャングルポケット、募集価格6000万円で、美穂の田村厩舎、出産時の母の年齢が14歳、母出産時の祖母の年齢が13歳、お母さんは秋華賞馬で、お母さんのお姉さんに G1 2勝阪神ジュベナイルフィリーズ及びオークスを勝ったトールポビー。オークスなんかはね、あれはもう膠着だったとかって、うちの POG 仲間では未だに擦ってますけどね。
まあ、一応、まあ、そして叔父の夫妻地方王は、まあ、ダービー一番人気敗退で G1 は勝てなかったですが、共同通信杯等を勝って守護馬入りということになっております。募集時の馬体重は489キロ。まあ、この品系ね、やっぱり活躍してほしいところ。お母さんやそのお兄さんお姉さんは活躍しましたが、ただね、お母さんの産駒成績がここまでで1勝止まり、まあ、母高齢ってあたりもあって、まあ、厩舎もね、まあ元から田村厩舎でお母さんも田村だったりしたらいいんだけれども、そうじゃない田村への変更っていうのは、まあ、つまり元の厩舎からのとのね関係性があれかなと、まあ、狙いづらいのかなという感じはしてしまいます。そして募集番号6番、アルマイアセプターの25番、父シスキン、母の父キングカメハメハ、募集価格5000万円で、美穂のタナパク厩舎。出産時の母の年齢が14歳、母出産時の祖母の年齢が8歳。お母さんは重賞2着1回、3着3回。お姉さんのスカイグループは重賞2着3回。祖母アドマイアグループはエリザベス女王杯連覇で、まあ、おじに、お皐月賞日本ダービーを制覇したドゥラメンテというような配合になります。募集時の馬体重で440キロ。まあ、この品系、エアグルーヴの品系だけでね、やっぱ人気はしちゃうんですよね。まあ、特に馬娘ブームで、あのエアグルーヴの現役時代を知らないにわかどももこれに出資したがる、この血統だって言って、あの変にありがたがるところもありますし、まあ、それでなくてもね、まあ、現役、ちょうどね、まあ、その辺から競馬を始めた、まあ、もしくは、まあ、バブル時からのファンでもね、あの時代に牝馬であんだけ活躍できたエアグルーヴはもう超名品なのは間違いないってところがあるんでね、まあ、血統的には面白いです。まあ、タナパクがね、まあ、若手厩舎っていうには実績を出し始めているんで、まあ、そこでね、評価を下げるかのことはないんじゃないかとは思うんですけども、まあ、ノーザンファームね、サンデーレーシングとかに行ってた血統が、母高齢になってきてね、キャロットに落ちてくると、ああ、出来がそろそろ、3区の出来が落ちてきたんかなという気はしてしまいます。まあ、そして募集番号7番、リディ・バレロの22。5馬ですね。父北さんブラック、母の父ロードカナロは、募集価格8000万円で、美穂の堀厩舎。出産時の母の年齢が7歳、母出産時の祖母の年齢が13歳。曽祖母に大岡商馬競泳町。お母さんの妹、おばにですね、ブリーダーズカップディスタフを買ったマルシュロレーヌ。いとこにチューリップ賞を買って G12 着1回、3着1回のナミュール。募集時の馬体重は400キロ。ちょっと小さいんですが、競泳町からの一族。お母さんも4勝を挙げてますからね。まあ、注目に値する繁殖牝馬だとは思います。まあ、初子ゆえの小ささはあるんですが、まあ、初子の牝馬と比べたら初子の牡馬の方がね、期待値はだいぶ高いんでね、まあ、ある程度気にせずにチェック対象にはできると思います。まあ、そして募集番号8番、ピュアブリーゼの22、牝馬、父北さんブラック、母の父モンズ、募集価格4000万円で、美穂の子が厩舎。出産時の母の年齢が14歳、母出産時の祖母の年齢が5歳。お母さんはオークスの2着馬、日本のオークスの2着馬で、募集時の馬体重は416キロ。ただね、母14歳時の産駒でお兄さんお姉さんからオープン馬が出ていないというあたりは、ちょっと期待度は低いのかなという気がします。そして募集番号9番、ファナティックの22、ボバ、父サートルナーディア、母の父ジャスタウェイ、募集価格3600万円で、美穂の辻厩舎。出産時の母の年齢が6歳、母出産時の祖母の年齢が19歳。おば、お母さんのお姉さん、シャルールは重賞2着2回。いとこのベローナシティは、京都新聞杯2着、京成杯3着。募集時の馬体重は460キロ。まあ、重賞を勝ちきれない血統が、まあ、若手厩舎。まあ、お母さん自身ね、まあ、祖母もの高齢出産だったりしたわけで、繁殖牝馬としての期待値はそこまで高くないのかなという気がします。そして募集番号10番、クルミナルの22、ボバ、父サートルナーディア、母の父ディープインパクト、募集価格7000万円で、美穂の国枝厩舎。出産時の母の年齢が10歳、母出産時の祖母の年齢が10歳。お母さんは大花賞2着、オークス3着。お姉さんのククナは重賞2着2回、3着1回。お兄さんのアライバルは重賞2着2回と。まあ、G1 まで含めてね、お母さん、お兄さん、お姉さんでね、まあ、重賞の2着が合わせて5回、3着が2回以降、ね、今ここで例示しただけでも記録されているにもかかわらず、重賞勝ちがない品系、まあ、馬体重が425キロ。まあ、なかなか勝ちきれないんですけどね、ここをね、なんとかこう、まあ、展開一つだとは思うんでね、初の重賞勝ちが日本ダービーなんていうのでもいいかもしれないですね。国枝先生のところですからね、まあ、そろそろダービーこじらせてきて、まあ、
引退までに1回はというところで頑張ってほしいなというところでね、まあ、今回はまあこんな感じでやってみたいと思います。まあ、なんとかこの、まあね、この辺、キャロットもね、実際には募集申し込みの時にね、この辺一応一回一回り全部チェックしてね、まあ、データはあるんでね、まあ、こっから先、こういう用事動画、まあ、頻繁に出していきたいと思います。以上、ハッチーでした。